今日はいい天気、海もなぎね。さてここは湯河原は福浦湖吉井さん丸に来てます。今日は初島周りの旬のイサキ、ここのイサキはですねブランド品、結構ね美味しい魚でね、ちょっと昔から有名なとこなんですよ。でそのおい今一番美味しいこのイサキを釣りにやってきました。今日はねいますよ、やっぱりいました、ここに。おはようございます、清水明日香です。ここのイサキね、食べたことあるよね。大好きですね。組んでこれは最高にね、うん、楽しみだよね。はい、釣ってよし、食べてよしということで、はい、行きましょうか。はい、ね、頑張っていくぞ。行きます。はい、し、終わったちゃんちゃん。であとイサキとかね、メジナとかマダイとかも混じる時もあります。だけど本命はやっぱりイサキなんで、美味しいイサキ、これを釣りたいと思います。でハリスは、ここのハリスは標準が3号の6メートルで3本針です。でビシは80を使ってます。でコマセはね、あまりここは巻きません。っていうのは餌取りも多いんで、コマセを巻くと餌取りに先やられちゃう。だからなるべくポツッポツッとこう出るような状態にして、一つかみでいいです。一つかみ入れてそのコマセで釣る方法。これをあれ一個ずつやった方がいいよ。大事にした方がいいよ。フラスタさんも。おいい先。ほら。ほらやった、でけえ。あらどんどん、またいいじゃん。あれ、またいいよ。私のは上が馬ちゃんで下がイサキだ。やったー、はい、いいね、大きいよね、厚みがある。ほらね、厚みあるよ、ね。イサキウマちゃん、まだいない。でもこれ、ウマちゃんかイサキかがわからないっていうか、さっきも一緒に。わあ、北枕、なぜ北枕が、あ、下にいた、本命は。よいしょ、やったー、こっち本命。あ、餌取りはさ、師匠、この北枕が餌取りですよ、今日。北枕とか、さっき釣れたウマヅラとか、これが餌取りの原因ですね。今日はもう早速ウマヅラとか北枕が上がってるので、餌取りが多い時はあんまり落とさないように、今日はイカ
餌を長く残してイサキを釣るかなんですけど、多分もうないような気もします。いつの間にか取られてる。ほら全部ごちそうさまガビーン。でもね、今日は水深10メートルって浅いので、どんどんこういう時は手返しで朝チェックをします。これまた美味しいんだよね、高部ちゃん。油のりのりの。お腹、肉厚です。よし。いい先だ。逃しませんでした。今度にはさ今入り方がすごかったなんて入ったけど、なんだ